光の剣は2008年に文芸春秋から刊行された海道武タケルの長編小説。ジェネラル・ルージュの外戦の主要人物、早見光一とジーン・ワルツの純主人公、清川五郎を主役に据えて、1988年を時代に医学部剣道大会、岩手畑大会に青春をかけた医学生たちの姿を描いた青春小説。 オール読み物で2007年8月号から2008年8月号まで各月連載され2008年8月より単行本化。2010年8月に全日本剣道連盟顧問の国松隆次による巻末解説を加えて文庫化。本作は学生時代に剣道を経験している著者の体験に基づいて描かれており、作中に登場する岩師畑大会は 東日本以下学生総合体育大会の剣道部門がモデルとなっている。早見光一の剣道生活を描くつもりだったが、早見だけでは真面目すぎて物語が進まず、清川五郎を投入すると、途端に物語が滑らかに動き始めた。本作は同じ時系列で進行している、ブラックペアン1988ともシンクロする部分もあり、 同作品の登場人物であるセラ・マサシや都会聖司郎も客演している。執筆時の BGM は、ボーイ・わがままジュリエット、ボーイ・クラウディー・ハート。年に一回、夏に、大学医学部の剣道部員たちの間で行われる、岩渋田大会。その大会では手にしたら外科の世界で体制すると、言われている、岩渋田をめぐり、医学生がしのぎを削り合っていた。 そんな大会を前に、二人の医学生、早見光一と、清川五郎の物語は始まる。東場大の猛虎と称される、東場大学医学部剣道部首相の早見光一は、授業をよくサボるが部活には、熱心に取り組み、前年に取り損ねた、岩島たッシュに向けて、部員たちを引っ張り稽古に励んでいた。一方、帝下大のガリと称されるミカ大学医学部剣道部員、 清川五郎は剣道の才能を持て余し部活をサボる日々を送っていたが、顧問の公開との手合わせをきっかけに、前年の大会で自分を任した早見を倒すため、打倒登場大学を目指していく。やがて責任感という鎖に縛られていた早見と才能という呪いにかかった清川が、それぞれの転機を迎えた時、早見と清川の両友が岩所旗大会で死友を決しようとしていた。 ジェネラルルージュの伝説、ガイドをたけるワールドの全て劇中にも、清川五郎が聴いている曲として登場。ありがとうございます。